どうも、バーンです。そうしましたらね、100g 機、3号機ですね。これの、製作を行っていくんですけれども、その前にですね、この受信機、R4SF、それから、サーボ、それから、アンプですね、それからブラシレスモーター、この辺を組み合わせて、実際にね、動くのかどうかというのをですね、まず確認していきたいと思います。ですね、まず、この自作ラジコン飛行機を作るにあたってですね、必要なものは、前回の動画で、ざっくり言いましたけれども、今回はですね、どういう配線をしてというところからですね、きちんと説明までね、含めてやっていきたいと思います。受信機をね、まず、取り出してみていただいてですね、で、もうちょっとざっくり言いますと、これがね、アンプと呼ばれる部品で、電流を制御してブラシレスモーターを高速で回したり低速で回したりはたまた停止させたりというねそういう装置なんですよ。でこれにですねバッテリーがつながってるんですね。でバッテリーこのバッテリーは動力用もそれから受信機用もサーボ用も全部兼ねてます。でどういうことかって言ったらですねまずアンプにね、これ電気をバッテリーの電気をぶっ込むんですよ。で、そうしたところ、受信機に、プラス 5V が行くんですよ。で、そこから、サーボにもね、電気が行くという構造になるわけですね。で、このアンプにはですね、ブラシレスモーターにつながる3本の線がありますけども、これは基本3本どこにどうつないでもいいです。ただ、つなぎ方によってはですね、プロペラが反転して回ってしまうんで、その時はですね、ちょっとつなぎ方をちょっと変えてみて、例えば赤を黄色にするであるとか変えてみてですね、反転していたらそれを元に戻す必要があります。で、どっち向きに回すのか、プロペラどっち向きに回すのかというとですね、基本的にはこう向いてる方向、進行方向に対して、こっち後ろ側からこう見てですね、時計方向です。に回します。これ、打ってるプロペラがですね、こうね、こういうふうにこう書くようになってるんですよ。こう回ったら、こう進みやすいということなんですね。プロペラって、こう傾いてるじゃないですか。でも向きがあるんですよ。その向きをね、ちゃんと考える必要がある。こう空気をつかむ、この向きがこう回っていくということなんで、それで前に進むということですね。もちろん、これ逆にしても動くは動くんですけども、効率は非常に落ちます。はい。さて、まずは、サーボの動作確認からやっていきましょうかね。というか、受信機と、プロポのね、ペアリングからやっていきましょう。まずは、このアンプのね、この線、黄色、赤、茶色、この線をですね、受信機の3チャンネル目につなぎます。で、茶色がグランドです。なので、前回の動画で申した通りですね。こういうふうにつなぐことになるわけですね。そして、試しにちょっとサーボをね、つないでみましょう。これはエルロンに見立てます。チャンネル1に、エルロンはね、割り当てますんで、チャンネル1はこの、前回の動画でも申した通り、この裏側ですね。この裏側、こういうふうに刺します。はい、刺しました。まずは最小構成でね、確認していってみましょう。で、ペアリングの方法ですけれども、これまでの動画でもね、申しました通り、受信機のこのスイッチボタンを押しながら電気入れます。で、その時にプロポをですね、ペアリングの状態、バインディングっていうふうにね、言いますね。その状態にしていきます。で、新しい、モデル、セレクト、モデルも作らないといけないんで、その辺の設定もね、ここでやっていきます。はい、どうもです。ブラシレスモーターつなぎました。で、とりあえず動作確認はしたんですけども、こんな感じなんですよ。
なんかね、スロットルの 10% から 30% ぐらいまでをスッと動かさんと、なんか動きがね、繋がらないような感じなんですよ。いや、それでもおかしいな。一気に100まで持っていったら、まあ動きますけど。なんかこれね、もう、最初のこう、ブラシレスモーターのつなぎの部分がうまくいってないような。一旦回り始めたら大丈夫なんですけど、最初の軌道のところですね、それがね、うまくいかないですね。これの解決方法が、あるのかどうかですね。ちょっと調べますけれども、アンプとの相性が良くなかったのかなっていったところですね。はい、というわけで、とりあえず動作確認はできました。 R4SF を、軸とした、100g 機実現へ向けてのね、まずは第一歩というところでメカ部分の動作確認を、してみました。めちゃくちゃ危ないやん、もうこれ。やっぱりスロットルゼロにしてても、なんかかなりおかしいですよね。フェールセーフどころの騒ぎちゃうんちゃう、これ。まあちょっとこれはモーター買い替えかなといったところですね。ちょっと危なっかしくてやってられないですね。ちょっと試しに、このモーターね、2200KV でちょっともう一回試してみます。これは重くてもう 100g 機には乗らないですけどね。やっぱりね、さっきの KV4000 のモーターはちょっと使えないかなといったところですね。はい、というわけで多分モーター買い替えます。というわけで 100g 機のメカ部分のね、設定が続いておりますけれども、ちょっとずつですけれども 100g 機実現に向けて製作設計を進めていこうというふうに思います。本日の動画は以上です。ではでは。